最初は僕運ゲームでございます。ウィラプレ2019やっていきましょう。ということで今回ですね、シークレット選手の動画、この時点でもう分かる方いるかもね。まずメイクのやっぱグランダーパスですね、96と。これレベマの能力ですね。ボールコントロール、ドリブル能力も高いので、自分でドリブルしながらね、アシスト能力も高い、フェンス能力もあると。ボールダッシュに関しては83で、瞬発力、ボディコントロール、特にボディコントロール95、まあ、これによってあのドリブル力からさらに突破やりやすい、本当に突破やりやすい。で、スタミナ打法89と、コンディション安定度8、いや安定しますね。今回使用していく選手がこちらのモドリッチ選手。スキルの方もめちゃくちゃ強いですからね、まあ、ダブルタッチ確定で狙って出せて、他にもワンパ持ってるし、インターセプトがあるので前線からね、まあ、オムフで置いて高い力の守備とかも結構やりやすい。こちらはモドリッチの、プレイスタイル、プレイメーカーというね、まあ、このプレイスタイルが低い位置からね、まあ、ビルドアップしながら少しずつ高い位置ゲームメイクしていくといった感じのプレイスタイルなんですけど、これ適用される範囲が CMF と DMF、 ただ今回使用する場所が OMF ということで、これが適用されない場所、低い位置じゃなくね、ちょっと高い位置でプレイできるんですよね。元から下がってこないですから、そのモドリッチが非常に強力なんでね、オムフモドリッチプレイメーカー打ち消しで早速使っていきたいと思います。ではね、いきましょう、レディゴー。さあ、プレイメーカー打ち消し、モドリッチ使っていきたいと思います。オムフでチャレンジ、レディゴーゴー。よし、オッケーオッケー。先週からねライブアップデート続いていますから、これでかいですね。左ネドベド不調、これはイスコだね。イスコ行ってみましょう。あとはとりあえずこれでいいかな。さあ、お相手が、バルベルデ監督で、おお、バルセロナですね。完全に、あ、ただイニエスタがいる。だから前、ちょっと前のバルサみたいな感じかな。よろしくお願いします。イニエスタはね、今、ヴィッセル神戸いますからね。よし、ということで、モドリッチ頑張っていきましょう。そうで、上ではちょっと関係ないんですけど、あの、口内炎の方がね、そう絶妙な位置にあって、もともとから滑舌ね、悪いんですけど、さらに悪くなるというかね、多分カミカミになっちゃうことが多くなっちゃうと思うんですけど、頑張っていきたいと思います。いやー、カウンターだね。そう、デモドイッチが走ってますね、いい位置に。ここをしっかりと固めていかないと、自分たちのプレーがしにくくなりますからね。相手よりも、ナイス、失わない力。入り方に集中することがまず重要になってきますよね。内部、いやー、メッシナイスオッケー。よしよしよし、いや、モドリッチもあそこでなんとか失わずにね、しっかりつないで起点になりましたね、1個。さあ、先制点でかいですよ。わあ、デンベレ、これバレンシアあんまり1対1させたくないけど、オッケー。そう、あそこね、スピードでぶち抜かれる可能性が非常に高いんでね。そうで、ここでおびき寄せれればね、でかい。ナイボ、さあ、バルセロナ、この早い段階で失点といきなり足元スコアが決まりました、ね、ナイス。そして奥、いや、強豪同士いきなりスコアが動く、イスコー、ナイス。モドリッチ奥、いや、強豪同士いきなりスコアが動く、イスコー、ナイス。モドリッチも39ゲームウィーク、やっぱ高い位置モドリッチいるとね、ラストパスのところもしっかりと前の方で出せますから、生きるね。これ先ほど同じ1対1だ。うわー、これちぎられたくない。危ねー、ナイスキー。どんなルンバ、そう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 、ここでいいっすね。で、ここさあ、バレンシアが空いているか、ナイス。モドリッチ、ちょっと左足若干ね、まあ、でもペナルティーエリア内モドリッチ侵入もでかいな。あそこでボールキープできれば、相手もプレスがね、多分あそこまで入れれば雑になるかなと思うんで、このワンタッチね、ここでいけるんでね。ナイス。さあ、いいよ、一回ためる。いや、うわ、違うな違うけど間に合うっていう、ちょっと待って、それ間に合っちゃう、モドリッチ。これは入った。ナイス、オッケー。よし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 、ナイス、モドリッチ。ナビゲーターの1個前もボディフィントはまりましたね。さあ、この調子でいこう。
リシャルリソン、ナイス。モドリッチ、オッケー、よいしょ。さあ、前半のうちに4得点、モドリッチも2得点、ナイス。あー、ということで、これは、さあ、ということでね、お相手が切断ですね。モドリッチ2得点、そしてね、攻撃の起点にもなりましたね。もうちょっと時間あるので、もう1試合、モドリッチ使っていきたいと思います。さあ、ということでね、モドリッチ、アムフー、2試合目やっていきましょう。お相手の方、よろしくお願いします。1試合目同様ですね。しっかりとアシスト、得点の部分狙っていきたい。さあ、ムバッペに散らして、どう攻めてくるかな。いやー、取れないか。ネドベドの体には当たったけど。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。北澤さん、今日の試合はなんといってもデイビッド・ベッカムに注目ですよ。うまいね、ここ、ため。いや、うまっ。やばいやばいやばい。あっぶんね。あっぶんな。危ないね、今の。さあ、ただ空いた。メッシー、ナビケイタ、モドリッチ。行こう、マドリッチ。一人で行ける。キックインド。いやー、あれか。うわー、読みすぎたな。オバメの裏やだ。ハメスね、この方、ハメスの使い方うまいよ。ゲイ、キーパー。いやー、お相手うまいですね。いやー、ヌドベド行かない、ヌデベド、ヌデベド行かないか。逆にやばい、その取られ方まずい。ワンツー、ナイス、モドリッチ、いいね、取ってから素早いカウンターで。いやー、ディフェンス硬い。これやばいよ。オッケー、うわー、しょ、やらせんな、うわー、じか、オッケー、うわー、しょ、やらせんな、うわー、マジか。くそー、ここねー、ここ取り切りたかったね、これ。ベッカム繋がっちゃってね、ここから。くそ、このパターンですね。いやー、やられたかー。まあ、最後、時間ちょっとだけあるんで、最後攻撃やりきりたいね。これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になると、フリーで受けるタイミングっていうのが、反射的に体に染み付いてるんですよね。メッシ、決めよう。いやー、体でした。体寄せられてたか。やばいっすね、 1-0 ビハインド。この状態から、まあでも逆転する力はね、うん、欲しいです。いやー、なかなか難しいっすね。 OK、 ナイス、ネドベド行こう。リシャリソン、ネドベド、さあ、いろいろ空いてる、決めよう。よっしゃ、オッケーオッケー、よしよし、ナイスナイスナイス。リシャルリソンもいいとこで奪ってくれたね、しっかり。さあ、こっから行こう。もう理想はね、モドリッチで逆転ゴールですよ。そこまで見えてるから、そこまで見えてるから絶対決めよう。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。来たよ、流れが。こういう風にシュートを打ったら入るっていう流れが来たようで失うってやつ。イメージ通りじゃないでしょうかね。よし、ここで追いつきました。いやー、神、完璧だよよし、ここで追いつきました。いやー、神、完璧だよあーおーこま完璧だ、モドリッチ、今のは。いや、ちょっとね、1個目のタイミングでシュート打とうと思ったんですけど、思った以上にね、
伸びちゃったんでね。そうだから絶対あのパターンだと多分あのヘッジよくさっき2枚かわせてあれ。いやバーミヤンの裏空いてる。バーミヤン怖すぎる。やめて、切り返さず。よし、そうあの切り返し読めればね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。サイドを縦に走りましたよ。さあどうだ。いや、オッケー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 。ちょっとメッシに行くかなと思ったけどね。メッシに行くかなと思ったけど、そこからのまさかの。オッケー。これを落としてバレンシアで行くふりして、でここに切り返す。でルーカストレーラー粘ってリシャルさん決めよう。うおーディフェンス回るか。オッケー、勝った。よーし、いやーと逆転できましたね。いやー硬かった。うわーすごいすごい。なんかセルヒオラモス大丈夫か。まあ、シュートのところは打ってたんでね。あとはもう少し惜しい部分とかあったけど、そうここでハメスが粘ってベッカムで、まあ、オバメがこれでね、ちょっとどんなるん、まあ、正面であるけど早いからねシュートが。そうこれでこれモドリッチここが良かった。ダブルタッチからちょっと持ち出してね、これシュートをね本当に打ちかけたんですけど、ギリギリフリック間に合ってキャンセル入れれましたね。想像以上にねこの後のタッチが伸びたんだよねこれ。そうでグエギリギリ最後ここ2枚買わせましたねこれ。いやこれ気持ちよかった。はい、ということで今回ですね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、オムフモドリッチ、今回2試合ですね、やらせていただいて、非常にやっぱ使いやすいですね。前の方でパスも出せますし、でワンパンのところもできて、しっかりと、まあ、自分でね、ドリブルでも運べるという、まあ、相手にだったら多分嫌な選手だと思うんでね。ということで今回皆さんご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピアルプー。